タリアです、今日は上高地のかっぱ橋前に来ております。なんでこの上高地に来ているのかと言いますと、こちらをご覧ください。今回は松本高山ビッグブリッジ構想実現プロジェクトチームのビジョン、ストーリーなどの発表イベントが行われ、 Facebook を使った生配信のお手伝いをしました。ビッグブリッジ構想に乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。長野県松本市と岐阜県高山市の間にある日本有数の観光都市や大自然、歴史などを配信し、たくさんの方に知ってもらうことが目的です。こちらは中継先、乗鞍高原のリハーサルの様子です。奥に見えるのは乗鞍岳という標高およそ3000メートルの山。5月でも雪が積もっています。撮影の指導をするのはメディアジャパンのスーパースターこと杉山部長。最初のあのもう始まりの道路からカメラが百瀬さんに振る時も、もう百瀬さん喋り始めちゃっていいと思うので、こちら旅城は松本市内の中心部にあるビストハウスです。皆さんこんにちは、松本観光コンベンション協会の百瀬です。リハーサルでの指導が本番できちんと活かされていました。配信を見逃した方は下の概要欄にアーカイブのリンク先を載せているので、ぜひチェックしてみてね。これやっぱりあの実食していただきます。実食してもらう。実食カイコとハチノコとイナゴです。最初はちょっといけそうな、ライトなやつ。ライトな、これはライトなんですか。なんかちょっとあの米っぽい。なんか揚げ物の香りがします。いただきます。意外と美味しいです。感じじゃない、なんかもうちょっとこうむにょってこうプリンってするのかと思ってたんですけど、ツナを揚げましたみたいな、ツナを揚げた感じがします。意外といけますよ。じゃあ行ってみ、行きますね。見えますか。やばい、はい、やば。甘い香りがします。いただきます。美味しいと思う。イナゴと思うから、そう。甘くて、なんかちょっとみたらしっぽい感じの味がするんですけど、後からちょっと苦味があって、あ、虫って感じ。虫食うとか、ね、虫は分かんないだろ。いや、なんかちょっと分かんないですけど、美味しいんですけど、ちょっと食感がちょっとパサパサしすぎてて、ちょっと足のようなものが口の中まあ足はなんか歯に挟まりそうな感じがするんで。カイコガだからね。ガの幼虫だからね。いやー、見えますか。やばい、これ。いいね。甘いんですけど。甘いんですね。なんて表現したらいいんだ。なんかちょっと難しいんですけど。なんだろう。なんか草草な。草食べてるみたいな感じがします。クワの花。あ、そっか。そうですね。クワの花ですかね。やっぱなんかこの噛めば噛むほど鼻の奥からこう香りが抜けていくんですよ。一番これやばかったです。イナゴがやばい。イナゴがやばいんだ。イナゴが食感的に一番私はちょっと苦手ですね。ここで昆虫食美味しさランキング第3位は
イナゴ、第2位はカイコ、そして第1位はハチノコでした。味がツナに似てるのが意外でしたね。まあまあ美味しかったです。昆虫食まだ食べたことない方はぜひチャレンジしてみてください。大自然に来ております。めっちゃ空気がいいですね。水も透き通ってて、夏は泳げないらしいですね。お水が冷たくて、皆さんぜひ来てください。